ラフラボ MC を務めます辻真子です。よろしくお願いします。ラフラボ MC のアートプロデューサーの四季です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回は特別版ということで、ね、ラフラボ MC の辻真子ちゃんと僕の、はい、対談ということでやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。ドキドキです、ね、では早速なんですけれども、はい、まあ、年末ということでね、いろんな1年の振り返りをしていきながら、出来事、いろんなニュースがあったと思うんですけど、はい、振り返りながらちょっとお話をねしていこうかなと、はい、ね、2021の振り返り、はい、で我々の思い出、今年の思い出とかもね話せたなと思うんですけれども、はい、まあ、ババッとね1月から12月だーってこうやって見ていて、うんうんうん、いろんなこうなんていうの、出来事があったと思うんだけど、はい、1月早々に緊急事態宣言が再発令っていうことで、いやー、1都3県だったんだけど、そうでしたね、本当に、いや、もうすぐみたいな感じだったもんなんかもう何してたかあんま記憶にないんですけど、もうね、なんかね、去年もそうだったし今年もそうだったけど、やっぱコロナでなんか1年がめちゃくちゃ早く感じたんだよね、うん、もう、ああ逆に早かったですか、うん、なんかずっと縛られててできることが制限されてて、ね、いろんなところに行けなかったりしてて、なんかいつの間にかもう12月になってるみたいな本当に過ぎてるみたいな感じ。そう、それは年のせいなのかコロナのせいなのかちょっと分かんないけど、まあ、コロナのせいにしようかなと思って一応しておきましょう2月とかは、そうですよね、そう、で2月とかクラブハウス、うんうん、これ流行ったね今年ですかそれ、なんか結構昔の話かなって思ってましたけど、今年やってた、いや、やってなかったんですよ、アプリインストールもしてなくて。そうなんだ、あれなんか招待制だったよね、はい、あ、友達いないあれそういうことかしら、そこ、え興味はあったんですよ、興味はあったんですけど、はいはいはい、もしかしたら、はい、そうですね、うん、そういうことかもしれない。でももう早かったね、なんか静まったっていうか、そうですね、でもなんか有名な方とかが対談してるのをなんか無料で聞けるみたいな感じとかもある感じですよね。そうそう、そんな感じでね、俺はちょっとだけ最初やってて、ね、そこで出会ったアーティストさんとかもいたり、あ、それは有効な使い方ですね、めっちゃいい、あ、で、そうなんですね、結構話をちょこちょこ聞くと、その今ツイッターとかでもさ、クラブハウス風なのができるようになっちゃったけど、その前まではクラブハウスが表向きは落ち着いてたけど、あのアーティストクリエイターの中では結構まだやってますというか、うん、まだやってるっていうことなんだけど、話してて、うん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 、やっぱクリエイター同士のつながりとか話が聞けたり、で本当に使いやすいというか、うん、ま、そこにマッチした人がずっと使い続けてるって感じなんですね。そうそうそう、あ、いいことですね。招待制だったからね、環境も良かったかもしれないね。そう、あ、なるほど、そういうのがなかったからいないから、それはめちゃめちゃ大事ですね、うん、あ、そんなのもありまして、はい、でバーっていくと3月が聖火リレーが、うん、ね、東京五輪ね、どうなるかって話してたけどね、思いましたよね、本当に、いや、愛華ちゃんですよ、聖火リレーといえば、ね、本当に本当だよね本当そう、頑張ってましたよ ね、めちゃくちゃ、ね、で、いろいろあって4月で5月でワクチン接種が加速、うんうん、ワクチンって若者っていうか30代20代30代とかって結構遅かったよね、はい、打てるようになった遅かったです ね、私おばあちゃんの付き添いで先に会場見に行ってたんですよ、でなんか、あ、こんな感じなんだ、おばあちゃんが注射打たれるとこ見てたんですけど、全然痛そうな顔してなくて、痛くないんだ、ちょっと安心した覚えがあります、ね、そうだよね、その後3ヶ月4ヶ月後ぐらいだよね、結構夏とか、はい、そうでした、そうだよね、はい、そういうのもあって、スポーツもね、ちょこちょこね、いろんな、なんだろう、ね、優勝したりとか、うん、それこそ5月だと大坂なおみ選手が、あ、大好きです、会見せずみたいなのもあったよね、あ、そうですよ ね、そうだった、でそういうなんかこう、ね、いろいろこうなんて言うんだろうね、こうみんなが自分の意思というかをちゃんと表せれるようになった時代だなっていうのも思ったよね、うんうんうん、めちゃくちゃいいことですよね、そうそう、うん、ね、その後がいろいろありまして、どうだ、7月だと、うんうん、あ、そうか、五輪無観客開催ね、そう、開会式とか見てました見てた、はい、あれなんかさ、スポーツで、まあ五輪なんかスポーツか、なんか競技見た競技、結構見たはずですけど、何見たかな、え、何見ました、何が楽しかったですか、俺はあれ、あのチャリンコの、何あれ、BMX か、チャリンコチャリンコではない、チャリンコではない、ね、
ああいう BMX とかスケボーとかそういうのが学生の時、そう学生の時すごい好きで、やってはないんだけど、はいはい、友達がやってて興味があったから、うんうんうん、すごい良かったですよね、日本人、うん、ね、そうだそうだ。あと私あれ見ました、卓球見ました。あ、本当に？俺卓球見てないかも。めちゃくちゃ良かったです。もう本当に感動しました。本当に卓球もあれだよ、シングルとダブルスみたいなのもあって、はい、ダブルス見てて優勝する瞬間、うん、瞬間だって瞬間とか見ててもうってなりました、あれ、はい、やっぱさ、言うてもやるってなって、やりますやりませんみたいな時もざわついてたけど、やっぱやったらやったらやっぱね、はい、そうですよね、うんうん、まあ、選手は応援したいしね、みんななんかやっぱ元気になってる感じはありました、うんうん、確かに確かに。でで次は、はい、その次は何かこう、すいません、気になる、そうですね、今年の振り返り、うん、今どこまで7月あ、うん、そうか、何ですかね、夏とか何してましたかね。夏、それこそ今年の夏は何してたの、うん、今年の夏じゃ、うん、記憶なくて、もう本当にもうこれダメですね、振り返りで記憶ないとか言ったら。まあ仕事結構カツカツに入れてたっていう個人的な、だからね、忙しかったっていうのでね。そうなんですよ。でもその町、まあ都会で働いてるんですけど、うんうん、まあそんなにやっぱり人はいなくて、でもその時いないって感じなかったんですけど、うん、最近になってどっとなんか人が街に増えてきて、うんうん、あの時ってやっぱ全然いなかったんだっていうのが実感しましたね。なるほどなるほど、うん、それがやっぱ夏第5波だよ ね、 そうですね、第5波だ、本当に大変でしたよ ね、 ね、あれ、そうそう、渋谷の予約不要の接種会、はい、あ、ニュースで見ました。見た、はい、すごいと思いました、ね、でもこの辺からあれだよね、こうなんかちゃんとルール決めをしてないところがちょこちょこ出てきたよね、うんうん、なんで予測してないんだよお前らみたいな雰囲気のがいろいろ、あ、嫌ですね、なんか本当にいろいろトラブルがあった気がする、うんうんうん、で9月、ね、はあ、藤井二冠が最年少三冠、ね、めっちゃ可愛かった、ね、そう、すごい素晴らしかったです。ね、嬉しくなっちゃいますよね、こういうニュースがね、ね、いっぱい出てほしい、うん、ね、もうどんな脳みその回路してんだろうと思っちゃう、ねえ、本当に分かんないです、全然。だってもう何十手先とかいうのを想像とか、想像じゃないけど計算してやっていくんでしょ、あれ、はい、そうですよね。一手先も読めないけどね、もう私はルールなんか知らない、ルールさえ知らないのに。そもそもそうなんです。でもなんかニュース聞いてテンション上がるっていうのはやっぱいいですよね、まあね、そうだね。それ続いて10月がね、はい、小谷さんがホームラン46個、これほんとすごい、すごいですよね。もうスポーツもそんなにやっぱ知識ないけど、や、単純にすげえなと思うよね。うーん、活躍されてるの元気もらえますね、本当にね、あ、ほんとそう、うんうん、ね、それでまたね、ちょっとね、地震とかもあったり、あ、そうですね、びっくりした、関東多かったですよね、地震多かったね、ね、なんか最近も結構、うん、ね、はい、今年は地震関東のみならず多い気がする。そうですよね、震度3クラスでも、うん、ちょっとね、いつもニュース見るたび心配してます、なんか、ね、大丈夫かなみんなみたいな。え、つゆまくちゃんが住んでるところはそんな地震頻繁にあるところじゃない、ないですね、ちょこっとあったりするんですけど、まあ私の家ではあんま感じられないというか、あ、震源地が遠いかったりするっていうのも、あ、まあそれも、はい、うん、あります。あ、まあ、そうですね、最近はないです、はい、安心安心。で11月もうね、はい、先月ですけれども、そうですね、最近の話ですね、まあ大谷さんが MVP を取って、うん、素晴らしいです。ちょっとね、僕ね、わからないんですけども、イカゲームが大ヒットした、めちゃくちゃ面白かったですよ。え、ドラマなんだね、ネットフリックスの、はい、オリジナルドラマ、ネットフリックスのオリジナルドラマで、はいはい、うん、韓国ドラマなんですけど、私昔韓国の映画見た時も、やっぱすごいなんかサスペンス系強いっていうか、まあ全部面白いんだと思うんですけど、うんうんうん、なんか作り方が全然、映像の綺麗さとかシリアス感とかがまたちょっと韓国っぽいというか、ダークな感じによりなって、ダークなドラマ、そうですね、ダークな、結構人が死んでしまってみたいな、はい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 、サバイバル系、日本なんか怪獣みたいな感じですね、日本で言ったら、はい、お金のために戦っていく感じで、だからゲーム、イカゲームって、そうですそうです、はい、イカゲームだけ聞いてたら本当に俺なんかアプリかなんかのゲームのあれかなと思ってて、結構肉体で戦っていくんですけど、韓国のなんか昔の遊びをモチーフにしたゲームなんで、なんかいろいろ
歴史というか、あ、韓国ってこんな感じなんだ昔はみたいなのがちょっと分かって面白かったです。そうなんだ。あ、はい、そうなんだ。へえ、見てみようかな。ぜひ。怖いの大丈夫であれば。あ、大丈夫なんで、はい、得意分野なんでしょう。得意分野、あ、じゃあ絶対好きです。あ、マジで。ちょっと興味ありますね。はい、ぜひぜひ。12月ですもう。はい、今月、はい、ね、もうね、つい最近というかね、はい、いろいろありましたけど、うん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 、前澤さんが宇宙へ。すごいですよね、民間の方が、はい、宇宙に行ける。ウーバーを配達するみたいなことをやってたよね。え、そうなんですか。そうそうそう、ウーバーイーツ。え、どういうこと、紙袋。誰が、あ、前澤さんが、そうそう、持ってって宇宙船にいるのにこう届けるみたいな。あ、なるほどなるほど、粋です ね、めちゃくちゃいい。ユーモアありますよ ね、そんなこともしてて、うんうんうん、でも一番最近だとあれだよね、ミスユニバースかなんかの優勝した人かな、はい、あ、なんかこう衣装が日本の衣装っぽい、着物っぽく、はい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 、なんか賛否両論あったやつですよね。そんなもあってね。そうかそうか、なるほど。今月はまだ残りちょっとありますけど、ね、ね、このオミクロン株とかも今後ね、どうなっていくのか分かんないですよ ね。ここで言ってちょっとね、この後全然なかったらいいですけど、わ、この時こんって言ってたけど、うん、また最悪だったとかなければ ね、いいですけど ね、こればっかりは分かんない。ようやく落ち着いてきたのにね、日本は ね、本当にこのまま行きたいです。いや、本当にいろいろありましたけれども、ありました。うまこちゃんは今年はそう、はい、なんかこう楽しかったこととか辛かったことみたいな。あ、楽しかったこと、うん、そうですね、なんかこのラフラボでお話聞かせていただいた方の個展に、うん、なんか大阪でやりますっていう方が結構いらっしゃって、うんうんうん、最近で言ったら、あの水島敦さんの恐竜の絵を、あの、うんうんうん、梅田に見に行けたりとか、うん、あとはそうですね、島村由紀さんの個展に行けたりとか、すごい楽しかったです。こっちというか関西人も楽しめるような感じであったので、うんうんうん、ありがたいな、全国でいろいろ個展していただいてありがたいなって思いました。楽しめました、本当に。よかったね。ご本人も会えたりしたの、はい、来れないか、さすがに。そうですね、うん、水島さんにはお会いすることできました。本当一瞬だったんですけど、あ、でもね、こう、はい、会えるっていうのはいいよね。いや、もう本当に作家さんの顔見て作品見るって言うと、やっぱりなんか深みが違うというか、うん、その方が描かれたんだ、すごいみたいな、うん、ちょっと確かに確かに、はい、あと話せたりするとよりね、この、はい、その作品について話したり、アーティストさんのそのバックボーンみたいにも知れると、より作品の見え方も変わってくるしね。はい、なんか自分が気づけなかったところとか、うん、作品の意図とかに気づけるのすごい楽しいなと思いました、うん、あ、よかったね。はい、いやね、本当駆け足で来た感じが。そうですね、さっきもおっしゃってましたけど、終わりみたいな。そうそうそう、終わり、確かに。そんな感じ、なんか多分イベントごとがなさすぎたのかもしれないね、この自分たちの中でも。あ、なるほど。つゆまくと前仕事で忙しくてっていうのもあったりだと思うんだけど、うん、そう、なんか外に出てなんか遊ぶとか、例えば、あんまなかったですよね。イベント起こしたりしてなんかやるっていうのがなかなかできないけど、はい、普通のこう日常生活をただただ送っていくっていうのだと、うんうんうん、やっぱ早かったなと思って。ね、そうですね、季節行事がね、なかなか楽しめないのが。そうそう、ね、いや、来年こそね。そうですね、花火大会とかずっと行ってなくないですか。確かにね、行きたいんですけど、花火大会やってない。ね、私ずっと思ってて。確かに、なんかゲリラ的にやり出したよね。やりましたね、うんうんうん、あれも素敵な取り組みですけど。いや、来年もね、花火大会とか見たいな。行きたいですよね、みんなでお花見とかもしたいですし、ね、それこそ落ち着いたりしたらね、ついまこちゃんもね、東京でね、なんかいや、そうなんですよ、ぜひぜひ、ね、はい、行きたいと思ってます。ちょ、来年はこうコロナが落ち着いて、みんな活発にね、はい、動けるようなことを期待しながら、はい、年末を迎えたいと思います。はい、我々、はい。そうですね、あれですね、時間いっぱいいっぱいになってきたので、ついまこちゃんから、はいはい、今年最後のなんかご案内、お知らせがあったら。ご案内、そうですね、はい、まあ、いつも SNS の告知させていただいてるんですが、 Twitter とかインスタとかやってるので、よかったらフォローお願いします。ツイキャスラジオも友達の吉野志乃さんとやってるので、よかったら聞きに来てください。 いいですね。僕もじゃあ簡単になんですけれども、はい、僕もまあ毎回同じなんですけれども、 Twitter をやってまして、 Twitter、はい、はいろんなアーティストさんのツイート、作品をいいねとかリツイートとかしてるので、僕のツイッターを見るといろんなアーティストの情報が見れると思うので、ぜひぜひ
フォローお願いいたします。ということで今年のラフラボはこれでおしまいですかね、はい、つゆまくちゃんありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。はい、ということで、はい、来年もラフラボを見てくださいね。はい、それでは高評価チャンネル登録今年中にお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ、来年もよろしくお願いします。